わきわきわき。今からやっていきましょうか。プロレスバッジはね、当たりました。ちゃんとコスモスのロゴもあります。グリーンガムの順調にいけば1000人です。ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。昨日の動画なんですが、ガチャガチャコレクターの山口つばちさんの50円ガチャの動画、良かったですよね。今日はね、それを真似して同じような商品、はい、この中から出していきたいと思います。ちょっとね、色透けてますけどね、違うディスプレイもあるんですね。ペンシルガン。ちょっと今からやっていきましょうか。このプロレスバッジはね、よく当たりましたね。怪獣バッチ、ちなみにジャッキーはこれの当たりだと思いますね。いいっすよね、なかなかね。これつばちさん持ってたのはこれかな。こういう風になってほしいよね。こういう風にね。私のジャッキーはこれでごまかします。ジャッキーチェン消しゴム。このビヨンビヨンのやつもちょっと面白そうですけどね。私は。はい、このミニスプリングということでビヨンビヨン、これで勘弁してください。あれ持ってません。輪ゴムピストル、当たりました。私の輪ゴムピストルはこちらですね。箱入ってないんですけどね、ちゃんとコスモスのロゴもありますね。この吸盤でこう立てて輪ゴムで打ち抜くという遊びでしたね。はい、輪ゴムピストルです。グリーンガムのイテテガム。イテテって書いてあるんだよね。ね、結構細かいところからね、印刷してますけど。ああ、もうゴムがデロンデロンになってますけど。これで引くとピターンってね、痛いやつですよ、ピターンって。私はペンシルガンの当たりがなかったんで、大当たりでお茶を濁させてもらいました。まあこれは他のね、動画の方でじっくり紹介してますがね、ブルーのこれね、ここの部分にこの玉を差し込んでペンをピュッてやると、ここがボーンとね、弾が飛ぶというふうなシステムですけどね。まあ結構ね、入んなかったりして、ほら、ね、飛ばせないものいっぱいあったんですけどね。私のはこれ、ね。これをこう組み立ててね。こうね。こうやって組み込んで。これでポンと弾くとね、ここから弾がポーンと飛んでいくというね。弾すごいですね、これ。どうやって分けろって言ってね。私は金色のミニ工具3種です。これどうやって使うんだろうね。ラストはボウガンですね。さらっと組み立ててみました。さて、いかがだったでしょうか。まもなく登録者数、順調にいけば1000人です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回。